皆さん、こんにちは。レザーワークス一点です。今日はですね、第2回目となります、クリエイターズヒストリーの方をやっていきたいなと思います。第1回目、前回はですね、沖縄の菊池レザーさんにご参加いただいたんですけども、今回は初めてね、ズーム対談になります。ちょっとね、ズームのカメラで撮影しているんで、ちょっと目線がね、定まらないかもしれないですけども、ちょっと操作が難しいですね。今回はですね、北海道のアハクドーさんのユージさんにご参加いただけるということだったので、早速、ズームの方をつないでいきたいと思います。今、招待の方を送りました。このクリエイターズヒストリーは、あらかじめ質問内容の方はお伝えしてあるんですけども、打ち合わせとかは一切してなくてですね、顔合わせも初めてになります。何回か LINE のやり取りはしたんですけども、それ以上の打ち合わせはしてなくて。どうもです。はじめまして。あ、よろ初しめくおまし願いして。まユージさん、こんばんは。す。どうもです。伊藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、少しですね、オープニングで、ちょっとご説明したんですけども、今回、クリエイターズヒストリーにご参加いただけるということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ユージさん、アハクドさんというブランド名で、そうです現在ね。は、北海道の方にお住まいということで間違いないでしょうか。北海道の函館市の方函館で。市ですか。今、雪はどうですか。いやー、そんなんでもないんですよ。まあ、例年例年通りで通すりっていうね。感じですか。本州の方は結構いろんなところでね、雪がそ積うでもっすよたりとね。か。浜松はそんなことないんですけども、結構大変なところもあるみたいですよね。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、このクリエイターズヒストリーの方がですね、もう今現在、レザークラフトでお仕事としてされている方、もしくは、これから、お仕事として、やっていこうと考えているクリエイターさんに、ちょっとね、そこまでの、レザークラフトの経験だったりとか、ヒストリーっていうのをお伺いしていくというシリーズになります。あらかじめ、11項目ぐらい、ご質問をお送りさせていただいたんですけども、見てそましちた。らの方を順番にお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。早速、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。慣れないですからね。そうですね。じゃあですね、まず自己紹介の方、よろしくお願いします。北海道函館市で、やってます。アハクド原田と申します。あ、いいですか？大丈夫です。起業までの期間っていうのは、ですね、今の活動を始めるにあたって、私時代のレザークラフト歴がまだ実際、今年の3月で3年目なんですよ。今年の3月で3年ぐらい。3年目で、実際販売が約1年ですね。去年、一昨年の年末あたりから、今で言うクリーマさんとかミネさんの方で少しずつ販売始めるような形取ってまして。で、去年1年間はもう、個人の方の注文とか、あとは、ミネとかクリーマとかの方での販売でずっとやってます。あ、じゃあ、オーダーメイドもされているっていうことですかね。やってますね。ストックリストの商品とオーダーメイドの比率っていうと、割合的にはどれぐらいになるんですかね。ですね、オーダーのメイドの方が逆に多いですね。そうなんですで、ね。一応ツイッターの方のアカウントの方で随時情報発信してるんですけども、やっぱり DM の方から直接ご連絡いただくとか、ツイッターのあと DM のは、方から。で、あとは、自分の身近な人たちの、協力とかもあって、そういう形で、同じ函館市内の方とか、近隣の方々から紹介を受けての注文とか。あ、そうなんですね。これも後からちょっとお伺いしようと思ったんですけども、じゃついでに、販売の方はネット以外に、店舗の販売だったりとか、どこか友人とかお店に卸しているとか、そういうのはあるんですか、今。ですね、今、これからなんですけども、今、
一店舗さん、服屋さんの方で今度委託販売という形も、はいはい、今、これから始まる予定で。で、あ、そうなんですね。はい。あとはですね、知り合いさんのお店とかに私が直接お伺いして、はい、で、そこでポップアップの、まあ、イベントみたいな形で販売やったりとか、もう去年1年間やってました。差し支えなければ、前職とかっていうのは何かレザークラフトに精通するような職業だったりとかしますか？それがですね、前職が土木関係の仕事をしてたんですよ。あ、そうなんですね。はい。で、私自体が、まあ、レザークラフト自体をやるきっかけになったのが、はい。病気で体壊しまして。あ、じゃあ、体調を壊して、そうなんですよ。お仕事がちょっとできないような状態になる。できなくなっちゃって、で、はい、これで、結局、はい、その病気がきっかけで退職することになって、で、はい、たまたま行ったお店の方でレザークラフトのそういう、まあ、ブースみたいのがあって、はい。で、時間もあるんで、やってみようかなっていうのが、もう今3年前ですね。あ、じゃあ、前職をやりながら、レザークラフトを趣味で楽しんでいたというよりかは、うん、前の職業を辞められてから、レザークラフトを開始したという感じですかね。はい、そうです。あ、そうなんですね。まあ、起業するにあたって、うん、まあ、家族だったりとか、うん、周りの友人だったりとかの反応っていうのはどんな感じだったんでしょうか？いや、まあ、家族自体は、はい、そんな反応っていう反応ないんですよ。そうなんですか。うん、はい、なくて、で、やってみたらみたいな感じですか？いや、まあ、いいんじゃないっていう、もの作るのは昔からやってたからいいんじゃないみたいな、はい、うん、なったんですけど、まあ、はい、友人とか、まあ、知り合いの方は、ああやってよかったねって、逆に今のレザークラフトとかそういうのの方が合ってるんじゃないっていう話はよく最近言われるよとか、前から去年あたりよく言われてて、うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあこうなんだろう、家族に反対されたりとか、ね、難しい環境っていうことではなかったって感じですか？うん、そうですね、うん、この辺結構あれですよね、まあ、前職を例えば退職してレザークラフト一本でやっていくとかってなると、やっぱり、うん、人によってはご家族の理解が得られなかったりとか、なかなか環境的に難しいっていうこともあったりすると思うんですけども、うん、その点ユージさんの場合は、はい、問題なかったという、うん、問題ないですね。それは全然、まあ、心よく、あ、そうみたいな形で言ってくれてるんで、それは嬉しいあれですね、家族の、はい、理解とサポートがあるということで、うん、はい、嬉しいですね。まあ、ちょっと北海道ということでですね、はい、お住まいの土地柄とかでこう感じる、なんかレザークラフトに関するこう不便なことだったりとか、周りの例えばお店とかっていうのは、材料屋さんとかっていうのは、ご近所だったりとかにはあるんですか？はい、函館市に唯一一軒ありまして、で、はい、昔からあるお店らしくて、創業も40年、はい、50年っていう革屋さんがあるんですよ。じゃあもう長いお店ですね。はい。で、はい、そこで、まあ、資材とか、そういういろんな情報とかは、はい、勉強させてもらってますね。あ、そうなんですか。じゃあ、はい、ご自宅から距離的にはどれくらい、時間的にはどれくらい離れたんですか？そうですね。普通に車で5分10分くらいの場所にあるんで、めちゃくちゃ近くですね。近いですね。だからちょっと資材足りないな、買いに行こうみたいな形は取れるんで。じゃあそういう意味では、その北海道の中ではとてもいい環境。はい。そうなんですね。ツイッターとかでも作品をいろいろちょっと見させていただいたんですけども、素敵な作品を。イタリアの革とかを多く使われている印象だったんですけども、そうですね。そこら辺は、ブランドのコンセプトというか。ですね、一応、うちのコンセプトとしては、やっぱり、はい、根本にあるのは、はい。いろ、革っていうものを、いろんな年代層の人に知ってもらいたいっていうのと、はい。やっぱり、レザー業界って、全体投資だと思うんですけど、革ってやっぱ高級な価格帯のものが、結構高い価格帯でみんなさん販売されてるじゃないですか。はい。でも、自分でやってみて思ったのは、
作り手の方が頑張って努力して考えていけば値段は下げられるんだっていうのが自分で分かったんで、やっぱり今まで変わって高いものっていうイメージを持ちつつ、値段をこのくらいでも買えるよ、イタリア系のこんなかすごい高い革なんだけども、うちだったら私だったらこのくらいの値段で出せるよとか、そういうのもあるんで、今は自分の本当にいろんな、去年結構な種類の革は触ったんですけど、はい、その中でも今だいぶ絞ってきてるんで、そういう革をも、イタリア系の革、もっといい革、はい、をいろんな人たちに、いろんな年代の層の人たちに発信したいなっていうのもあるわけ。なるほど、まあ、そこら辺ですね、今次のご質問だったんですけども、まあ、お客様の層だったりとか、まあ、価格帯もちょっと見させていただいたんですけども、高級素材を使っているのに、とてもお求めやすいというか、お客様思いの価格かなっていう印象だったんですけども、この辺もそのお客様の層とか、今おっしゃったように、まあ、20代前半ぐらいの方から、そうですね、20代から、まあ、今最高の上の年齢でも50代の方ですね、はい、20代から50代の方、まあ、平均30、その間くらいの層の人たちが、はい、リピーターとかでも多く買ってくれることは多いんですけども、そうですね、まあ、幅広く結構変わってってくれてるんで、買ってもらえてるんで、本当それは助かってますね。じゃあ、ブランドとしてはそういう幅広い20代から50代、ね、60代の方でも使えるような作風だったりとか、素材っていうのを、はい、まあ、打ち出していきたいっていうのがブランドのコンセプトに、はい、ね、お客様がですね、はい、まあ、ネットでの販売と、あとはまあ地元の自家のお客様、はい、割合的にはネットだったりとか県外のお客様の方が多いというイメージですかね。そう、大体半、今のところ半、去年1年間半、半々ですね。あ、そうなんですね。はい。そうですね。ネット通して地元のお客様もありますし、はい。知人介して、知人のまた友達の友達がっていう形とかのネットワークの方で来たりもあるんで、でも実際半分半分ですね。ネットの方で言うと、SNS とか、はい、ツイッターとかを見て、はい、それから DM とかご連絡っていうのが多いって感じですか。そうですね。あ、それはすごいですね。ミンネとかで売れる割合と、ツイッターとかの DM からオーダーとかの割合で言うと、はい、どちらの方が多い。全然ツイッターの DM の方が。え、本当ですか。はい。それは去年の大半は、はい、ツイッターからのツイッターの DM の方がもう全然8割くらいはツイッターの DM で、うん、ツイッターの更新頻度とかっていうのは、はい、例えば1日1回以上は必ず更新しようとか、何かこう決めていることとかっていうのはあります、はい、ですね、一応やっぱり自分からの情報発信が一番必要だと思ってるんで、はい、で朝の、はい、7時からまあ大体9時くらいの間には必ず毎日、はい、まあ、挨拶がてらのツイートを発信する。で、はい、その時に今の現状で自分がプッシュしたい商品の画像を4枚は上げれるんで、はい、それを必ず4枚貼り付けして、はい、もうずっと続けてます。1年以上続けてます。毎日ですか？毎日です。え、それはプッシュした商品っていうのは、毎日違うものを上げるってことですか？はい、もありますし、自分が新しく作ったものとか今後販売して、はい、もう値段とかも全て決まったものとかをそのままツイート上に上げて、商品のアナウンスはするんですけども、うん、はい、そのアナウンスしたのとは別で次の日とかにまたその前の日にアナウンスした画像を載せてとかっていうのをずっと毎日続けてます、毎朝。そうするとその制作したアイテムの個数っていうのもかなり多いってことですね。いや、気づいたらかなり増えてますってことですよね。はい、すごいですね、それは。続いてはですね、お客様の、まはい、およそでいいので、新規のお客様と、リピーターとの、比率っていうのは
新規6のリピーター4ですね。お、本当ですか。はい、新規のお客様の方が多い感じですか、ね、多いっすね。うーん、でその新規のお客さんがまた新たな新規のお客さんを紹介していただくっていう形がつながってってるん で、はい、でそれっちの方が多いですね。ちなみにオーダーメイドの納期の方は、はい、まあ、アイテムにもよると思うし、うん、その時のオーダー量にもよって異なると思うんですけども、平均的に大体どれくらいが年間通して、はい、そうですね、ワンオーダーで、まあ、うち結構作業時間とか小物とかも多く出るんですけど、まあ、はい、それでも長財布とかであれば、まあ、2週間くらいの納期もらってとかで、たまにトートバッグとか去年の年末あったんですけど、はい、そういうのであれば一応材料の関係の打ち合わせしながらとか構成話してでも1ヶ月の納期くらいでやってました。オーダーメイドの中では割と早いイメージなんですけども。あ、そうなんですか。あ、うん、それまあ、もちろんその材料の、ね、その時の有無によっても異なると思うんですけど、はい、大体まあ小物でも1ヶ月ぐらいあればお客様にお届けすることはまあできるかなって感じですかね。そうですね、はい。販売サイトの方で、はい、プエブロとか使用されてますかね。はい、はい、プエブロとかで言うとカラーバリエーションはどれくらい対応されてるんですか。一応ですね、3カラーくらいは一応対応する形取ってて、はい、で、あとは自分の手元にない場合のオーダー、革自体がうちの手元になければ、はい、お客様の方に全カラーをまず見せて、でそこから選んでもらって調達するような形を取ったりとか、はいはい、それはまた別料金ですよね。そうですね。うん、そうですよね。続いて、まあ、ものづくりだったりとか、まあ、あと今後こう経営をしていく中で、はい、まあ、こう大切にしていることとか、うん、何かあればなと思うんですけども。そうですね、ものづくりっていうものの、私があるものづくりっていうのはやっぱり一番私やってて思うのは、はい、今自分が置かれてる状況というか立ってる場所が作家でもないんで、やっぱり制作販売する上で作品と商品が違うと、はい、のは違うと思ってるんですよ、うん、ね、うん、作品っていうのは、まあ、値段の付け方であり、思いの込め方っていうのは、まあ、自分の思いそのまま伝えることができるのが作品だと思ってて、で、商品っていうのは、お客様がいて初めて成り立つのが商品じゃないですか。はい。だから、自分がやってるのは作品じゃなくて、商品だと思って常に作ってるんで、だから、新しいものとか、自分が、こういう構造とかこういう革使ってこういう構造の財布作った、でもそこで満足するんじゃなくて、できた後からは、出来上がって仕上がってからは、逆に自分の見る目線がお客様の目線で見て、はい、うん、これどうなんだろうとか、うん、で自分が決めた値段設定で自分がこれを買いたいって思うかっていうのが、うん、うちの商品全部の商品通してあるんですよね、うん、でだから、まあ、値段設定が安かったりとかっていうのも、いや、もう少し自分がここの部分とかのかける時間を短くすることができれば、うん、もっと安くすることもできるんじゃないか、自分が使いづらいんであれば、うん、買う側のお客さんも 100% 使いづらいよねっていうのもあるんで、うん、もう1個の今は商品とかアイテム作るのにも、もう5回も6回もとか何回も試作作り直すってこともよくありますし、うんうん、だからものづくりっていうのはやっぱりただ作っていい気に入ったら買ってちょうだいじゃなくて、うん、やっぱり買う側の人の目線に常に立って作ってがなきゃないのが、うん、うじら販売制作とか販売してる人なんじゃないのかなっていうのが自分の中であるんですよ、うん、だからもう去年1年間ね、こういう自分で作ったものを お客さんがお金を出して買ってくれるっていうのを去年1年間味わった時にはなおさらその気持ちが強くなって、うん、もうほんとこと細かい縫い目だとか中のそういう部分とかももっとこだわるようになっちゃったんですけど、はい、だからこれからはもっともっとそういう気持ち大事に常にお客さん目線で、うん、素敵ですね。
はい、うちの動画の中でも時々その今の例えで言うと、まあ、作品と商品っていう違い、区別だったと思うんですけども、はい、うん、うちの動画の中では、こう、アーティストとクリエイターっていう違いの例え方だったりとか、うん、まあ、そういうことですよね。そうですね。ええ、とても勉強になるお話で、ありがとうございます。やで。まあ、私からのご質問は、ちょっと最後になるんですけども、はい。ちなみに、ゆうじさんの方から何か今回の対談で、なんか話したいこととかって何かあります？いやー、正直一つだけまずありまして、はいはい、ね、何でしょう。今レザークラフターさんってさっきも言った通り多いじゃないですか。今あの日本国内、まあ、趣味とやられてる方、副業としてやってる方とか、結構前回一点さんがスペースに来られた時にいた他のクラフターさんたちもう、はい、副業でやられてる方みたいな形もたくさんいるんですよ。そうなんです。で、本業を持ちながら、はい、本業、副業でレザークラフトやって販売やってる方っていうのも、はい、結構な数いまして、で、はい、今後、もしレザークラフトを本業としてやりたいっていう人たちがいるんであれば、はい、いや、本当は、なんちゅうなら、私自体も、この経験少なくても、やっぱりきちっとした形でやって、きちっとした形とか、まあ、頑張れば、はい、お客さん買ってくれる方も増えてくれるし、増えてくるし、認めてくれる人たちもたくさんいるし、はい、そういうところを怖がらないで、チャレンジしたいっていう気持ちがあるんであれば、うん、いろんな人にチャレンジしてもらいたいのが、やっぱ今ありますね。で、レザークラフトは敷居が高いってよく言われるじゃないですか。うん、難しいって、いや、それ確かに本当難しいですし、はい、いいもの作りたかったら道具も必要だし、技術も必要だのもわかるんですけど、はい、でも、本当に自分がものづくりとか、レザークラフトで、はい、職人さんであり、販売とかそういうのもやっていきたいと思う気持ちがあれば、年なんて関係なくできるんで、うん、今後だからいろんな今ツイッター上でいろんな絡みのある他のクラフターさんたちとかも、うん、もっともっと諦めないで頑張ってほしいなっていうのが一つやっぱりすごいあって、で去年1年間本当にクラフターさんたちとの縁っていうものがすごかったんですよ、うん、で助けられたし応援してもらったし、まあ、今回のこの 1.3 との対談でもすげえみんな応援してくれてて、そうですね、なんで、感謝の気持ちしかないんですけど、もっともっと私なんかじゃなくて、もっと私以上のクラフターさんって私の周りにはもう、すごい数いるんで、もっともっとみんな前に出てほしいなって気持ちはやっぱありますね。このクリエイターズヒストリーっていう企画自体が、まあ、そういった、はい、まあ、今後副業だったりとか本業でレザークラフトをやっていきたいっていう方に、こういろんな作家さんのストーリーっていうのをご紹介できたらっていう目的が あるんですけども、はい、そうやっていろんなクリエイターさんとの交流がある中で、やっぱりユージさんが、他のクリエイターさんとかで本業としてやりたいけど、はい、もしくはこう副業として力を入れていきたいけどこう悩んでいるっていう方も、結構いらっしゃる、います、感じます、いますね。で今回の話、私が 1.3 とこういう対談でき、はい、するんですよっていうのを、まあ、結構みんな実はツイッター以外で集まってる場所があるんですよ、クリエイターばっかり、はいはいはい、そうなんです。でそこでそこの場所で話してた時にはやっぱり一応この前話してた笹レザーさん、次に、ね、ご出演いただく笹さん、はいはいはい、でかとかもそうですし、きっと一手さん見たことあるかな、チーズで皮でチーズを作る職人っていう、ツイッターでツイッターで見かけますね。あ、ツイッター、はい、ツイッターかインスタで見かけますね。ツイッターですね。はい、今、クリーマースプリングスとか、ああいうのでも今、すごい去年からとか、頑張ってる方なんで、はい、その方とか、はい、で、はい、あと、宮古島のシックスティーレザーさん。はい。あの方なんかもきっと、出たいんではないんだろうかと。あ、本当ですか。この動画、見てくれますかね。はい、はい、で、シックスティーさんって、道具とかも販売されてる方、そうです、そうです。ですよね。はい。
で、はい、クラフターとしてもうすごい上手な方で、いつも勉強させてもらってるんで、うん、そうですね、はい、なんできっと、シックスティさんなんかも、本当ですか、いいんじゃないのかな。この動画。シックスティさん、出たいっていう話、もし機会あれば、いや、俺出てみたいなって言ってたような。あ、本当ですか、この動画見てくれてるかな。はい、ですね。ぜひ、ちょっとお誘いするかもしれないです。いや、で、一点さん、もしよろしければ、はい、はい。今、あれなんですよ。そのクラフターたちで今、イベントやってまして。はい。で、それにもしよろしければ、一点さんも参加してもらえれば。イベントってどういうことですか？ですね、のじフェス、ハッシュタグ、ひらがなで、のじって入れて、フェスってあるんですけど、なんか、D さんに聞きました、それ。はい。なんか、キーホルダーとお財布？そうですね、ミニウォレットとか、まあ、はい、まあ、確か今回いろんなコンセプト財布の方はあったと思うんですけど、はい、クラフターさん同士の、まあ、作品交換会みたいな。一応私からの今回のこれ、はい、クリエイターズヒストリーのご質問内容は以上になるんですけども、はい、ご出演いただきどうもありがとうございました。どうでしたか？いや楽しかった、すんごい楽しかったです。あ、本当ですか。なかなかね、こうやって直接、まあ、そういうアプリの中でクリエイターさん同士の交流っていうのもあるかもしれないですけども、こういう、はい、まあ、オンライン上で表に出てこういう交流っていうのもあまりね、私自身もなかったですし、こういう活動がクリエイターさんにとって少しでも、まあ、例えば刺激になったりとか勉強になったり今後の指針になったりしてくれると嬉しいなと思ったので、ユージさんのようにご参加いただけるクリエイターさんが今後増えていただけると私もね、とても嬉しいなと思います。はい、もう本当よかったです。はい、ありがとうございます。ユージさんのツイッターあとインスタグラムですかね、はいはい、の方も詳細欄にちょっとリンク貼っておきますので、皆さん、ありがとうございます。素敵な作品もどうぞご覧になってください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、次は笹さん、そうですね、近日中に連絡して、はい、また撮影の方もやっていきたいと思いますので、ね、直接一点さんのところにお伺いしたいって言ってました。え、本当ですか？はい、お住まいどこって言いましたっけ？あれどこっていう、全然行ける距離ですって言ってました。本当ですか？はい、だからせっかくこういう対談でできるんであれば、いや、1.3 のところに俺直接行きたいんですけど、いいのかな。なるほど。それはちょっと、話して、日程合わせて話してみたらいいんじゃないの？そうですね。うん。ちょっとどちらになるかは、ちょっと連絡取って、そうですね。打ち合わせします。はい。伊藤さん、この動画ってどのくらいの期間で上がるんですか？はい、もう今週の土曜日です。3日後に上がる。今日が、木曜日ですね。木曜日ですよね。はい、明日編集して、明後日の土曜日にあげます。あげる予定です。わかりました。それまで今回の対談は土曜日の日にこれが上がってから対談しましたというお話もツイートしたいと思ってます。ちょっと編集でどこの部分を、今投資でちょっと撮影してるんですけども、はい、ちょっと時間が1時間ぐらいなので、ちょっと編集でカットして、つなげて編集しますので、はい、わかりました。どうも今日はご出演いただきありがとうございました。いえ、こちらこそ嬉しかったです。また今後とも SNS 上だったりとか、はい、直接こういう対談もできればね、嬉しいので、はい、また今後ともどうぞよろしくお願いします。はい、すみません、今後ともお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます、はい、どうもよろしくお願いします。そうです、失礼します。